ールキーパーホセ・アウレリオ・スアレス、ディフェンス4バック、右サイドバックに西野、左サイドバックに田向は9試合ぶりのスタメンです。センターバック森光大と、そして今シーズン限りでの現役引退を発表しました石井秀則、今日が4試合ぶりのスタメンとなっています。ボランチは長木と白井、右に杉森、左に西谷、トップ下杉本、そしてワントップ、今日はここまで12ゴールの森海斗となっています。ゴールキーパー北村海チリ、3バック右から中川壮、川島、鈴木翔太、鈴木は出場停止明けスタメン復帰となりました。ダブルボランチ西谷と水野、左に久富、右に久富、左に榎本、インサイドハーフにアンデルソンと横山も出場停止明けスタメン復帰、そしてここまで8ゴールの矢村のワントップとなっています。やはり中盤最終ラインのところでどれだけ徳島の人に、強くいけるかという距離感ですよね、そこが遅れないように連動できるかというところだと思います。さあここはスペースに出ました、オフサイドありません。森海斗右から、さあ森海斗かわしてシュート、ファーストシュートは森海斗でした。杉本だったと思うんですが、 ここで早いタイミングで背後を取る、森とのタイミングも非常に良かったですよね。最終的に、シュートまで持っていけた、この左サイドの西谷というのは一つ武器。さあ入ります、さあここに入ったら攻撃のスイッチが入る徳島、パスを送って西野のシュート、枠の上、少し立ち位置を修正するだけである程度ボールを崩す形というのが、できると思います、さあ一方徳島高い位置でボールを奪ってチャンスになります。杉本から杉森シュート、決定機でした。杉森、キッカー2人ということでしょうか。西谷がショートコーナーにしました。西谷にもう一度入れて低いボール、ヘッドで、最後はヘッドで散らしていきます。しかしオフサイド、その前にオフサイドです。西谷というところだったんです、失礼、矢村というところだったんですが、うまくいきません。しかしもう一度奪って久留美、水野、スルーパス通った、折り返して長木のクリア、水野のパス良かったですね。良かったですね。あ、ここもイエローカードが出ます。で2枚目で退場です。藤枝はこれは痛い、痛いですね。4枚にしましたね。あ、なるほど、4バックですね、4-4-1 のような状況でやはり4枚のブロックを、チャンスだ、杉本のシュートは枠の左、長いボール背後に対して少し処理を誤った部分はありましたね。水野、出しどころを探しながら中へワンタッチで叩いて西谷、徳島の西谷のシュート、藤枝の西谷のシュートがありました。アイコパスからの入ってきたところ、前が少し空いた中でコンパクトに振りましたね、ここはチャンスになります。高い位置でボールを奪いましたアンデルソン、さあアンデルソンかわして、アンデルソンのシュート、枠の上、狙いですよね。惜しかったですね、徳島ボールです。長いボールを選択、さあ一気に走っていて落として、さあ森海斗のシュート、この人は強烈なミドルもあります。さあここに富山です。さあ富山、左足クロスは相手に当たってリフレクションのボール、白井のシュート、白井のミドルでしたが枠の外、相手を鼓舞し、味方を鼓舞し続けます。さあ西谷の仕掛け、この時間でもこの動きができます。ゴールライン割ってない、ライン出てないという判定、白井ワンタッチ、渡り決定機でしたが、惜しかったですね、
さあ富山、富山のクロスまだあります。クリアボールもう一度富山からクロスが入って、岩谷の頭の上、白井です。白井浮かしてこぼれるところ、長木クリア、試合終了です。スコアレスドロー。10人の藤枝はしのぎ切りました。一方の徳島、ホーム最終戦白星とはなりませんでした。藤枝そして徳島ともに6試合ぶりの引き分け、ドローということになります。